火曜日の誕生日で74歳になりまして、それで、でも歌い始めたのが1967年で、その時はまだ17歳だったんですけども、だからもう歌い始めてから56年ぐらいだけど、まあ途中15年ぐらい全然歌わなくて、音楽の原稿ばっかり書いてたりとか、あの雑誌の編集とかやってた時代もあったんですけども、でもまあずっと歌わない時期もやっぱり歌のことばっかり考えて生きていて、でまあ自分の中で歌を作って人の前で歌うっていうことは一番大事なことで、でやっぱりその今から55年ぐらい前にアメリカのフォークソングとかね、影響を受けて歌い始めた同じ世代の人たちがいっぱいいて、まあ残念ながらもうこの世にいなくなってしまった仲間もいっぱいいるんですけども、でも最初の頃一緒にやり始めた人たちというのはみんなもう70代、まあ年を取ってる80代になってる人なんかももういるんですけども、でなんか僕らがライブやったりすると大体同じ世代の人と一緒にやることが多くて、うんと若い世代の人となんか一緒にライブをやるっていうこと機会はなかなかなくて、でもちろん年取ってる人の中には若い人とやるのはちょっと苦手だなっていう人もいるかもしれないんですけど、僕はとにかく年寄りとやるよりは若い人とやる方が楽しいので、まあ、あの辻かおりさんとかね、あの一緒にあの大塚マサジとやるよりはいいな、まあ、例えばの例ですよ、例えばの、あの年齢だけの話ですけど、でもなかなかやっぱりね、そういうちょっと半年の離れた人とのライブというのはなかなか実現しなくて、でも去年の11月に柿島真嗣さんっていう僕なんかよりは本当若いシンガーソングライターの人と一緒にライブをやることができて、下北沢でやることができて、その時せっかく一緒にやるからっていうことで2人で曲作りましょうよって言って、そして柿島さんが言っていた言葉を元にして、僕が歌詞を書いて柿島さんが曲をつけてくれて出来上がった歌があります。まあ、柿島さんは若いって言ったってもうそろそろ60になるんですけどでも僕からするとうんと若い世代の人で、でもなんかすごく彼が僕のライブを去年の夏頃見に来てくれて、そしてまあギター一本で歌う僕のライブを聴いてくれて、なんかまあギターと僕の 歌っていうか僕とがこう一つになってるのがすごくいいねみたいなことを喋ってくれて、でそれを元にして歌詞を書きました。僕とギター、僕はギター、違う、僕はギター、僕とギター、あ、どっちだっけ、僕はギター、僕とギター。
言葉に感じ